ただいまより硬式野球部清宮幸太郎選手のドラフト指名会見を開始いたします。まず、今日という日を本当迎えられたことに本当今までたくさんお世話になった方々に感謝したいと思ってます。今まで18年間、ずっとお世話になってお世話というか育ててくれた両親に本当、感謝の気持ちを伝えたいなというふうに思ってます。本当やっとスタートラインに立てたなという気持ちでいます。まだまだ、自分は何も成し遂げていないので、これから、自らをしっかり鍛錬してすごいみんなに目指されるような選手に、なろうというふうに思っています。ドラフトの会場で自分の名前が表示されたり読まれたり、今までは本当にずっと見てる立場だったので、なんかこうふわふわした感じというか、今までにない感情がすごくありました。ものすごくいい選手がたくさん、いますし、本当にすごくいいチームだなっていうイメージがあるので、本当に嬉しく、思ってます。まあ本当高校野球の中では111本という記録は残すことができましたけど、本当にプロの世界はまた全く別の世界だと思っているので、まあその結果にいつまでも甘んずることなく、プロの世界に入ったらしっかり練習して鍛錬して自分に磨きをかけたいなと思っています。